タベア・ツインマーマンは、ドイツのバーデン・ビュルテンベルク州、シュバルツバルト地方のラール生まれのビオラ奏者、女性演奏家である。現代を代表するビオラ奏者の一人であり、日本にも1989年、1992年、1995年、2000年、2005年と来日している。バイオリン・チェロを弾いていた兄弟の影響を受け、 習った教師の勧めで3歳からビオーラを始める。ビオーラ奏者の場合、最初はバイオリンを習い、途中でビオーラに転校する場合がほとんどであるので、タベア・チンマーマンは子供の時からビオーラを弾いていたという珍しいビオリストである。13歳でフライブルク音楽大学でウルリヒコッホに指示し、その後ザルツブルクのモーツァルテウム音楽院でシャーンドルベーグにバイオリンを学ぶ。 1982年16歳でジュネーブ国際音楽コンクールのビオラ部門で第1位となった。翌1983年にパリのモーリスビュービオラコンクールで、また1984年にはブダペスト国際音楽コンクールでも優勝し、19歳でザールブリュッケン音楽大学の教員となり、21歳で当時ドイツ最年少で教授に就任した。その後、 ベルリンフィル、ロンドン公共楽団など、世界の著名オーケストラと共演を行う。クレーメルの主催する、ロッケンハウス音楽祭にも1983年から出演している。リンゲティの無伴奏ビオラソナタなど、多くのビオラ曲の初演を果たしているほか、シューマンのバイオリンソナタなど、バイオリンチェロの曲をビオラに編曲しての演奏も、積極的に行っている。2002年からは、 ベルリンのハンス・アイスラー音楽大学の教授に就任している。また同年からアルカント弦楽四重相談のメンバーとしても活動している。現在の夫は指揮者のスティーブン・スローンであるが、死別した全部デイビッド・シャローンも指揮者であった。ありがとうございます。